はい、どうもこんにちは、ヨノピーと申します。今日は時間効率の話をしたいんですけど、単語の意味とか発音とか分からなくてネットで検索したりすることあると思うんですけど、実は検索って案外時間がかかるもんなんですよ。検索結果を見て、自分の知りたいことが載ってるページ探して、ページ開いて、読んでみたら内容いまいちで、また検索結果に戻ってページめくってまた探してっていうふうにやってたら、もう気づいたらね30分経ってましたってありがちなんですよ。だから受験生で、他の教科もあるから英語あと何ヶ月で仕上げなきゃならないっていう人は、ね、検索したらダメです。確実に自分の知りたいことがね、すぐに取り出せるってことは確定してるんだよね。1分以内で検索終わりますよっていう場合はネットで資料を見てもいいんですけど、もうそこに探すっていう工程が入ってしまったらもうダメです。もう30分1時間ってあっという間に潰れます。だから絶対自分で検索したらダメです。ただこれ自分の時間を使ったらって話なんですよね。もし誰かが自分の代わりに自分の知りたいことを検索してくれたら全然構わないですよね。人の時間が減っても何も困ることない。で、時間ってコストって考えることもできるじゃないですか。まあ、アルバイトすればね、1時間800円とか1000円とかって稼げるんだから、人が自分のために時間を使ってくれている状態っていうのは、1時間ごとに800円1000円っていうお金をもらってるっていうのと同じことなんですよね。でもそんなことを無料でやってくれる人なんていないじゃないですかと思うじゃないですか。いるんですよ。僕です。僕ね、システムに載ってる英単語2000個全部 Google で検索したんですよ。英単語を覚えたい一心で。どうしても時間かかっちゃうんですね。1単語につき5分10分ってかかっちゃうんですよ。で、油断するとね、もうそれが30分1時間ってもうすぐになっちゃう。で、仕方ないから、100円ショップに行ってキッチンタイマー買ってきてね、で6分に設定して、アラーム鳴らして、それでも1時間10個しか検索できないし、覚えやすい連結単語が見つからなかったら、分かっててもやむなく時間延長するっていうのもしょっちゅうで、もう2000語検索するのに、ね、もう何ヶ月もかかりました。そうやってまとめた資料を皆さんは、この動画をね、もうただ見るだけで簡単に知ることができる。だからこれからね、英単語を覚えたい人、覚えなきゃいけない立場の人にとっては、この動画を見るってことは、僕からもう何十万というね、お金をプレゼントされているのと同じことです。試しにね、今から大体50個ぐらい単語紹介しますんで、見てみてください。これ作るのに時間かかってんなっていうのが分かるはずです。はい、それでは今日も元気にいってみよう。最初の単語はインジャーです。で、キーワードはサッカーインジャリータイムって書いてありますけど、インジャリータイムっていうのは選手が怪我してね、担架が来て、フィールドの外に運び出すまでの間、審判ってね、時を止めてるんですよね。その時間のことをインジャリータイムって言います。で、インジャーの意味は怪我をさせるです。で、次の単語はアド。で、キーワードサッカーアディショナルタイムって書いてありますけど、アディショナルタイムっていうのは昔はねロスタイムって言ってたんですけど、試合がね、試合時間が過ぎた後にその止めてた分のね、時を止めてた分の時間を加えてプレーをすることをアディショナルタイムって言います。ロスタイムって言っちゃうともう明らかに和製語で時間を失うって意味になっちゃうからね、おかしいんで、最近はアディショナルタイムっていうようになってます。アドの意味は加えるです。次の単語はアボイド。キーワードはアボイドノートって書いてありますけど、アボイドで検索するとね、もうアボイドノートしか出てこないんで、仕方なくこれをキーワードにしましたけど、アボイドノートっていうのは和音をね積み重ねるときにどうしてもね、そのぶつかって汚く濁ってしまう音っていうのがねあるんですよね。で、和音を作るときはその音を避けた方がいいですよっていう、その避けた方がいい音のことをアボイドノートって言います。ということでアボイドの意味は、避けるです。次の単語メアリーで、キーワードマリッジリングって書いてありますけど、メアリーというのは結婚するという意味です。だからまず婚約して、婚約した時に婚約指輪をあげてエンゲージリングをあげて、
で結婚式当日からその式の時に指輪をねつけて、それからはマリッジリングをつけるってことになります。だから2つね指輪あげなきゃなんないんでね、2つどころじゃないんですけどね、3つ目4つ目っていうのも人によってはあるんですけど、ということでメアリーの意味は結婚するです。次単語プロテクトで、キーワードは野球プロテクターって書いてありますけど、まあ、審判とね、あとキャッチャーがプロテクターつけてますよね。硬球がね140キロとか飛んできたら当たったらものすごく大怪我するので絶対つけなきゃダメです、はい、ということで、プロテクトの意味は保護するです。次の単語ディターミンで、キーワードはスポーツ漫画ディターミネーションって書いてありますけど、スポーツ漫画でディターミネーションという単語が流行ってるっていうことらしいんですよね。僕がね一番最初にディターミネーションという単語を意識したのはヨアペダのアニメでね、エンディングでディターミネーションってタイトルの曲があるんですよ。で、どうやら一番最初にねそのディターミネーションという言葉を使ったのは初めの一歩らしくて、まあ試合のね前日にねやること全てやったって、はい、で明日勝てるかどうかっていう時にその選手に一番大事なのはその決意することだって、逃げないで決心することだよっていうようなシーンがあるんだそうです。でその後スラムダンクかなんかでやっぱりその試合の前日にね監督がそのディターミネーションっていう言葉を使って選手たちを励ますみたいなシーンがあって、スポーツ漫画って競技が違うだけでお話みんな一緒ですよね。どの漫画もみんなストーリー一緒なんですよ。だんだんね、そのやんちゃな主人公がいてだんだんその仲間が集まって、はい、対戦してで対戦した人とも最初的なんだけど仲良くなってみたいな感じでストーリーみんな一緒ですよね、はい、なのでその流行ってしまうっていうことがあるんですよね、はい、ということでスポーツ漫画ではディターミネーションという言葉をよく使うということです。ディターミンの意味は決心するっていう意味です。次の単語ソルブキーワード IT 用語ソリューションサービスって書いてありますけど、これもですね、まあ、ちょっと難しい話なんですけど、なんで IT 用語でソリューションサービスっていうのかって、ソリューションサービスっていうのはそのお客さんが問題を持っていてそれを解決してあげるサービスっていうことなんですけど、で IT 業界っていうのは、まあ、結局ねそのソフトウェアを作って、作業を自動化させて人間がねその働かなくても済むようにする、ものを作るっていうことじゃないですか、はい、だからソフトウェア開発ですよね仕事は。だけどそのソフトウェア解決をすることによってお客さんの持ってる問題を解決してるんだよっていうことで、まあ、ソリューションサービスとも言うんですよ。だからソフトウェア開発って言いやいいのに、まあ、かっこつけてソリューションサービスって言ってるっていう言い方をしたらね、まあ、ちょっと悪口になっちゃうかもしれないけど、まあ、そういうことなんですよね。ソフト開発イコールソリューションサービスなんです IT 業界にしてみれば、はい、ということで、ソルブの意味は解決するっていう意味です。次の単語、ディスカス、キーワードグループディスカッションって書いてありますけど、グループディスカッションっていうのは就職活動した時に、ね、会社の面接でグループで面接してでその後、まあ議論をさせてねそのチームワークをとか、まあ、そういう力はねどのぐらいあるのかその議論力論破力どのぐらいあるのかっていうのをその推し量るっていうことで就職活動の時にやらされますグループディスカッションというのでディスカスの、意味は議論するっていう意味です。次の単語エクスチェンジキーワードは乃木坂46チケットエクスチェンジって書いてありますけど、これチケ乃木坂46のチケットはですね注文するとその自分の名前をチケットに印字するそうですね、はい、で当日会場に行った時に自分の身分証明書とチケットに書いてある名前が同じことを確かめてでそれから入場するんだそうですよ。チケットの転売を防ぐために転売するとすごい値段が高騰しちゃうじゃないですか。でそれはあんまり良くないことなんで、まあ、まあ仕方ないのかなって感じでみんなそれ我慢してるんですけど、でもそれってじゃあね行けなくなった時どうするのってことになりますよね。で無駄になっちゃうじゃないですか。それでもお金取るのかって話になっちゃうんで、やっぱその自由にね
物を売り買いするってことはできないとまずいじゃないですか。というわけで、その乃木坂46はチケットエクスチェンジっていうその制度を設けてね、事務所でそのチケットを交換するなんていうんですか、仕組みを作ってお金を出してね、でそこでチケットを売り買いできるようなシステムを作ってます。チケット買えなかった人がそこに来て、どうしても行けなくなっちゃってった人は、そこに行ってチケットエクスチェンジをするっていう仕組みになってます。ということでエクスチェンジの意味は交換するです。次の単語サティスファイで、キーワードはザ・ローリング・ストーンズ・サティスファクションって書いてあります、これはもうストーンズのね代表曲、 I can get no satisfaction っていうこういう歌なんですけど、サティスファイの意味は満足させるっていう意味です。次の単語コンプレイン、キーワードは R&B バンドネイバーズコンプレインって書いてありますけど、ネイバーズコンプレインっていうのは日本のバンドです。でこのバンドはバンド名は僕すごい気に入ってるんですけど、ネイバーズっていうのはご近所さんのことなんですよね。でコンプレインっていうのは苦情です、で音楽やってるとやっぱりどうしても騒音対策をしなきゃならないでしょ。でしないと近所からクレームが来ると苦情が来るということで、バンドのねバンド名としては非常に分かりやすいネーミングで気に入ってます。ということで、コンプレインの意味は苦情を言うです。次の単語、アチーブで、キーワードはゲーム用語アチーブメント報酬って書いてありますけど、ゲームでアチーブメント報酬っていうのは例えば何分以内にクリアしたとか無傷でクリアしたとか条件が設定してあって、その条件を達成しながらゲームをクリアすると、勲章がもらえたりとかねするようになってるゲームあるじゃないですか。あれのことをアチーブメント報酬って言います、ということでアチーブの意味は達成するです。次の単語インテンドで、キーワードはゴルフインテンショナルショットって書いてありますけど、インテンショナルショットっていうのはね、ゴルフっていうのは基本的にはまっすぐ飛ばせる人、正確にいつもまっすぐ飛ばせる人が一番上手い人なんですけど、例えばねグリーンと自分の間に木があって、わざと曲げて打つっていうようなことがあるんですよ。フックさせたりスライスさせたりって せざるを得ない時があるんですね。わざと曲げてわざと下手くそに打つショットのことをインテンショナルショットっていうふうに言います。ということでインテンドの意味は意図するです。次の単語ディバイドで、キーワードはスポーツファーストディビジョンって書いてありますけど、ファーストディビジョンって何かっていうと、1軍のことですね。2軍がセカンドディビジョンっていう具合に、その選手の強さで選手を分けて、リーグを作って、戦うってことをしています。ということで、ディバイドの意味は分割するです。次の単語ディスティングウィッシュで、キーワードは、コスメ資生堂インターナショナルザメイキャップディスティングシュマスカラって書いてありますけど、なんだこれって最初思ったんですけど、検索した時にね、どうしてこんな商品見つけたのかなと思って、ディスティングシュって区別するって意味なんで、区別するマスカラって一体なんだって、ダマにならないという意味なのかなとかで、ね、いろいろ考えたんですけど、どうやらディスティングシュって形容詞だと特別にすごいという意味があるらしいですね。検索していくとね、ディスティングイッシュプロフェッサーっていうのが出てきて、ディスティングプロフェッサーって特別教授のことなんですけど、大学で、研究してないんだけど、テレビとか出て有名で、その人を、特別教授って扱いにしてね、その大学に関係してるように見せかけて、生徒を集めるみたいなことで、その特別教授のことをディスティングイッシュプロフェッサーって言うんですよ。なので、このディスティングマスカラっていうのは、その特別に素晴らしいマスカラっていう意味のネーミングですよね。ということで動詞のねディスティングイッシュっていうのは区別するっていう意味なんですけど、形容詞的に使うと、特別なっていう意味もあるみたいです。次の単語ディファ、キーワードはこれアニメ The Life in a Different World from Zero って書いてますけど、ゼロから始まる異世界生活っていうタイトルのアニメがあるんですけど、すごい大ヒットしてるんですけど、それの、英語表記ですね、これは。で、ディファレントワールドって書いてありますけど、今アニメでは異世界ものっていう
流行ってまして、異世界ものっていうのが、はい、そのうだつの上がらないね、あの高校生が、まあ、高校生じゃなくてもいいんですけど、人が、まあ、何かの事件をきっかけに異世界に紛れ込んでしまって、まあ、異世界でスーパーマンみたいになって、あの女の子にモテモテになるみたいな、あのストーリーの話が、あのすごい流行ってるんですよ、はい。まあ、別に僕はその異世界ものをあの否定するつもりは全くない、あの好きな人がいても別にあの全然構わないというふうに思ってるんですけど、まあまああのね、どうしても、ね、プロットが似てしまうっていうようなことはありますよね、はい、みんな似たような話です。ということで、まあディファーの意味はね、異なるです。ディファレントワールドで異世界ね、はい、ということでした。次の単語はエデュケート、キーワードは教育学部って書いてありますけど、まああの大学に入、僕もね教育学部なんですけど、大学に入ると、まあ、エデュケートっていうのはもう普段使いの英単語になりますよね。エデュケーションっていう言い方は、まあ、すごいよくします。ということでエデュケートに今教育するです。次の単語ボロで、キーワードは結婚式サムシング4って書いてありますけど、まあ、これはねマザーグースかなんかの、歌の歌詞かなんかに出てくるらしいんですけど、その結婚式をするときに、サムシング4って言って、何か、古いもの、何かしら新しいもの、何かしら人に借りたもの、何かしら青いものを身につけて結婚式にするみたいなしきたりが、イギリスにあるみたいな、ことなんですよ、はい。だから例えばその何かね、まあ、その昔から持っている大事にしている、ペンダント と、新しくしつらえた、サブシングニュー、新しくしつらえた、服と、お母さんから借りた、まあ、アクセサリーと、あと青い色のリボンとみたいなのを、全部揃えて、何か、サムシング4を全部揃えた衣装で、結婚式に出るみたいな感じで、でまあそのね、その結婚式 の、まあ、その代理店の、まあ、金儲けの手段としてサムシング4っていうのは流行らせてるわけだけど、あの、まあ、結構おしゃれじゃないですかこれって、はい。まあ、イギリスのね、あの言い伝え通りにあの用意するみたいのが、でそれでね、まあ、用意して、まあ、あの新鮮な気持ちになってね、お嫁さんがね、あの嬉しかったっていうふうに思ってくれるんだったら、まあ、やってもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います、はい。ということで、なんだボローの意味は、借りるっていう意味です、次の単語はインベントで、キーワードは、音楽、インベンションとシンフォニアって書いてありますけど、これインベンションとシンフォニアって何かっていうと、これねバッハのピアノ曲の題名なんですね、はい。でピアノを習ったら、まあ、必ず弾かされる、まあ、曲なんですけど、だからすごい有名な曲なんですけどね、はい。インベンションっていうのはその二声帯っていって、あの2つのメロディーで、あの和音とか伴奏とかそういうのはないんですよね、この時代の音楽っていうのは。バロック音楽っていうんですけど、バッハが作曲してた時代っていうのはあの和音がなくて、あの同時に、メロディーをあの奏でて曲を構成するってことをやるんですよ。でインベンションっていうのは二声帯、シンフォニアっていうのは三声帯で作る音楽なんですけど、まあ、副題にですね、まあ何だっけな、創意工夫となんとかによるみたいな副題がついてるんですよ。でこの頃の音楽っていうのはね、あのいわゆるその世俗的な目的ではなくて、数学に近いんですよ、はい。数学的なものなんです、はい。なので、音楽っていうのは発明するものだったんですよね、はい。ということで、まあ、インベントの意味で発明するという意味なんです。発明するって、発明されたものっていうタイトルの音楽ってことなんですよね、はい。かっこいいですよね。次の単語はプロモート、キーワードはプロモーションビデオって書いてありますけど、今はねミュージックビデオっていうと思うんですけど、一番最初はそのミュージックビデオっていうのはその作ってね、CD に作って販売するものではなくて、あの宣伝のために作ってたんですよね。だから無料だったし、あの販売してるものではなかったんですよ。放送局に配るものだったんですよね。で、プロモーションビデオっていうふうに言ってました。ということで、プロモートの意味は促進するです。販売促進ってことですよね。はい、次の単語はアドバイス。でキーワードは外来語アドバイスって書いてありますけど、まあ、アドバイスはアドバイスですよね。はい、普通に日本語だと思います。アドバイスの意味は助言するです。次の単語はアライズ。キーワードはアニメ、広角機動隊アライズって、はい。新しいシリーズの広角機動隊アライズって副題がついてるんですよね。はい、で、まあ、僕見たことないんでどんなストーリーだか分かんないですけど、
まあそのストーリーの中で何か問題が発生してそれを解決するっていうストーリーなので、攻殻機動隊アライズっていうあのタイトルなんだと思います。というわけでアライズの意味は問題が生じるです。次の単語パーミット、キーワードは、パーキングパーミットって書いてありますけどね、はい、なんだ、障害のある方がその駐車場で、まあ、駐車する、その障害者専用の駐車スペースというのを用意されていると思いますけど、まあそれをね、使うためにパーキングパーミットっていうあのチケットとかいうか証明書みたいなものを発行してるんですよね。で、何ていうんですか、自治体が。でそれをまあフロントガラスのとこにそのパーキングパーミット表示しておいて、駐車するみたいな仕組みになってるみたいですね。ということで、障害者専用のスペースに駐車してある車にはそのパーキングパーミットが表示されている、と思います。ということでパーミットの意味は正式に許すです。はい、次の単語、レコメンド、キーワードはニット用語レコメンド機能って書いてありますけど、まあね、ある商品を検索するとそれに関連した商品がね、こんな商品いくどうですかみたいにザラって並ぶみたいな感じの機能のことをレコメンド機能っていうふうに言います。レコメンドの意味は推薦するです。次の単語はディファイン、キーワードはワンデーアキビューディファインって書いてありますけど、ワンデーアキビューディファインっていうのはですね、まあカラコン、ちゃんとお医者さんに保証されたカラコンみたいな位置づけがあるんですけど、カラコンっていうのは正式なね、違法ではないんですけど、ちゃんとその保険的な適用がされた商品ではないんですよね。だからカラコン入れて目が傷ついたりとかね、視力が悪くなったりとかしても文句は言えない、保証されてないから。でワンダーキュービーディファインは、まあ、もうその大手のコンタクトレンズ屋さんが出しているものなので、そのちゃんとお医者さん の保証があって、お医者さんの証明書がないと、まあ、買えない商品です。なんですけど基本的にはね、カラコンではないんですよね。実はこのディファインっていうのは、ディファインって定義するって意味なんですけど、ワンデーアキビディファインはね、その白目の部分と黒目の部分を、くっきりさせるっていう機能なんだそうです、はい、だからそれでちょっと、うっすら色が入ってるみたいに見えるんだけど、眼球がね、黒目が色がつくわけじゃないんですよ。その縁だけにがくっきりするっていうようなタイプのコンタクトレンズなんだそうです、はい、ということでディファインの意味は定義するです。どこからどこまでが白目で、どこからどこまでが黒目だよっていうのははっきりするっていう意味ですね、はい、定義させるっていう意味です。次の単語インフォームで、キーワードはインフォームドコンセントって書いてありますけど、インフォームドコンセントっていうのは、インフォームってまずね、その患者さんにその病気の、ね、状況を知らせて、でコンセントっていうのは、ね、了解を得るっていう意味なんですね。コンセンサスを得るっていうじゃないですか。で病気 の病状を知らせた上で、患者さんの了解をきちんと取った上で医療を進めていきましょうねっていうような、意味です。インフォームドコンセントっていうのは。というわけでインフォームの意味は知らせるです。次の単語オポーズ、キーワードはバレーボールオポジットって書いてありますけど、オポジットっていうのはポジションのね、バレーボールのポジションのことで、セッターがいて、セッターとちょうど真反対の位置にいる人のことを、選手のことをオポジットって言います。まあ、大抵エースを置くことが多いんですけどね、アタック上手い人ってことですね。ということで、オポジットの意味は反対するです。オポジットってその正反対の位置にいるっていう意味で使うこと多いですけど、意見が反対するときもオポジットって言っていいんですよ。次の単語セレクトで、キーワードはファッションセレクトショップって書いてありますけど、はい、今のセレクトショップはね、大抵自分でも自社のブランド持って自分で洋服作ってますけど、初期のセレクトショップっていうのはその自分がおしゃれだなって思うものを買い付けて、メーカー関係なくね、いろんなメーカーのもので、今最先端のおしゃれなものを並べるっていう、そういうコンセプトのショップのことをセレクトショップっていうふうに言ってました。ということでセレクトの意味は選ぶです。次の単語はプロポーズ
で、キーワードはこれ、ビジネス語プロポーザル方式って書いてありますけど、プロポーザル方式というのはね、まあ、あのコンペ方式に非常に近いです。はい、あのまあその仕事で取りたい人にその仕事こういう仕事やりますよみたいな提案をさせて、でその提案をね見てから、選んであの一番いい業者に発注するみたいな方式のことを、プロポーザル方式っていうふうに言います。ということでプロポーズの意味は、提案するです。あとね、あのプロポーズって言ったら普通あの結婚の申し込みをすることをプロポーズって言うじゃないですか。あれ、僕と結婚しませんかって提案してるってことなんですよね。はい、ということです。次の単語は、ブリーズで、キーワードブリーズライトって書いてありますけど、ブリーズライトっていうね、あの商品があるんですけど、まあ、鼻にね、あのこう何ですか、シールみたいなのを貼って鼻の穴を広げて呼吸を楽にさせるっていうあの機能を持つ商品のことです。はい、ということで、ブリーズの意味は呼吸するです。次の単語はポゼス。キーワードはサッカー、ボールポゼッションって書いてありますけど、あのハーフタイムだった時にね、あの現在の日本代表のボールポゼッションは 60% ですとかって言うじゃないですか。はい、でボールポゼッションって何ですか。ボールの所有率のことです。ということで、ポゼスの意味は、所有するです。次の単語、プレディクト。でキーワードはプレディクトチェアって書いてありますけど、プレディクトチェアって何かっていうと、あの子供ってすごい成長するのが早いんですよ。はい、だから買ってもね、もうすぐあの使えなくなっちゃうんで、何度も何度も買い替えなきゃなんないじゃないですか。はい、でプレディクトチェアっていうのは、だからそれを踏まえてね、最初から予測して、その椅子の高さを変えられるようにあの設計された子供用の椅子のことです。ということでプレディクトの意味は、予言する、予測するです。次の単語、パブリッシュ。で、キーワードは企業名、JTB パブリッシングって書いてあるんですけど、括弧してルルブって書いてありますけどね。はい、JTB って旅行代理店じゃないですか。はい、チケット取って、まあ、安くチケットね、あと、ホテルとかを取ってくれるっていうような会社なんですけど、まあ、JTB ってね、ルルブっていうその旅行の、ここが名所ですよみたいな、あとここのホテルいいですよみたいなことをまとめた旅行の情報誌も出版してるんですよ。出版部門もあるんですね。でその出版部門のをやっている部門の会社を JTB パブリッシングって言うそうです。はい、ということで、パブリッシュの意味は出版するです。次の単語、パーチェス。でキーワードは、ポップって書いてあるんですね。はい、ポップっていうのはね、これポイントオブパーチェスの略で、お店に行ってね、今売れ行き一番の商品みたいな手書きで書いてあって、その値段のところにシール貼ってあったりとかするじゃないですか。あれのことポップって言うんですけど、その購入する際に目安になるポイントのことですよね。ということで、パーチェスの意味は購入するです。僕ね、昔友達にね、美大に通ってる友達がいて、アルバイトやってたんだけど、そのアルバイト先でも、まあ、絵がうまいってことでね、アルバイトに行くとそのポップばっかり書かされて、はい、なんとか売れ行きナンバーワンとかね、なんとかおすすめの商品みたいなの書いて、ちょこっと絵描いたりとかするじゃないですか、かわいい絵とか描いたり。はい、でなんで、まあ、大学に行っても絵描いて、でアルバイト行っても、まあ、絵描いたり済むだけなんで、すごいアルバイト楽だよねみたいな話をしてる人いました。はい、次の単語はエクスプローラー。でキーワードはネット用語インターネットエクスプローラーって書いてありますけど、はい、まあね、略して IE って言うんですけど、今ねもうそのなんですか、なんだ、バージョンアップ中止になってインターネットエクスプローラーってなくなっちゃったんですけど、昔はもう定番のネットブラウザーでした。インターネットの世界を探検するっていう意味でインターネットエクスプローラーっていうソフト名だったんですね。ということでエクスプローの意味は探検するです。次の単語、アブソーブ。でキーワードは、自動車ショックアブソーバーって書いてありますけど、ショックアブソーバーっていうのは、まあ、車輪と、まあ、車体の間に、挟んである、まあ、バネのようなものですね。はい、衝撃を吸収して、まあ、自動車が揺れないようにするような、装置のことをショックアブソーバーって言います。ということでアブソーブは、意味は吸収するです。次の単語、ティア。
キーワードは CTC 製法って書いてありますけど、ティアって言ったら大体涙のことになっちゃいますよね。でもだからティアで検索すると、涙のことばっかり出てくるんですけど、その中でですね、この CTC 製法っていうのを偶然見つけまして、で、その CTC 製法って多分、聞いたことある人いると思うんですけど、実はねこれね紅茶の煮出し方なんですよ。この紅茶 CTC 製法で作られてまして、なんとかかんとかって宣伝をね見たことあるんですけど、この CTC はこの最初の C はねクラッシュ、潰すですね。で2番目の、T はティア、これ引き裂くって意味です。で最後の C はカール、これは巻くって意味ですね。という感じでそのお茶っ葉を、潰して引き裂いてくるくるまとめてでやることによって、そのお湯にね入れた時に煮出した時に成分がねよく出る、抽出できるっていうようなことで、CTC 製法っていうふうに言うらしいです。お茶っ葉で大体丸めるんだよね。日本茶でもそうですね。最後にくるくるこよって丸めて、でそれをお湯に浸してその茶葉が広がることによって、成分が抽出されるっていうようなことになってます。ということでね、ティアの動詞の意味は引き裂くです。次の単語コンシューム。でキーワードはコンシューマーゲームって書いてありますけど、ゲーム業界でねゲームセンターに置くゲームのことをアーケードゲームって言って、で家庭用のゲームのことを、コンシューマーゲームっていうふうに言います。ちょっとなんかね他の業界で使わない特別な言い方のように聞こえますけどね、ということで、コンシュームの意味は消費するっていう意味です。コンシューマーゲームって言ったら消費者のゲームってことですよね。結局ねゲームセンターに売るゲームっていう感覚なんですよ。ゲーム会社にとってはゲームセンターに売るゲームをアーケードゲーム、消費者に売るゲームをコンシューマーゲームっていうふうに言ってるんですよね。はい、次の単語コンペイト。コンピートかな、はい、でキーワードは、コンペって書いてありますね。コンペっていうのはそのね要するに音楽でいうと作曲家に競争させて、いろんな曲を提出させてね、はい、で競わせていい曲を選ぶっていうことですよね、はい、でコンペでさ楽曲なんだ競争に参加してね、で選ばれなかったらねこれ赤字になっちゃうんですよね。制作費自分で出さなきゃならないんで、そのコンペ料ってね、5,000円とか1万円とかって払ってくれるような制度もあるんですけど、大手とかではただなっちゃうことも多いんですよ。でじゃあねコンペで作るのなんて嫌じゃんって損しちゃうじゃんって思うかもしれないんですけど、実はねそのコンペで発注されるのにもいい部分もありまして、例えばね思いつかなかった期限まで曲できなかったっていうこともあるわけですよ。だけどそのコンペになってると他の人が曲提出してるじゃないですか。だから穴開けることないんですよね。だからむしろコンペになっててくれた方が締め切り守んないでいいんで、できなくても怒られて済むからコンペの方がいいなって思うこともあります。はい、ただその自分のね所属してる事務所の人は怒られるかもしれないですよ、曲できなかったら。はい、だけどお客さんにねクライアントに迷惑をかけることないんで穴開けても。でコンペで勝てないっていう風にね、コンペじゃ勝てないから音楽コンペだ嫌だよって言ってるようじゃ、もう音楽業界では働かない方がいいです。勝てること前提でないともうダメですよね。コンペってね、例えば100人ね作曲が参加してたとしても、そのうち、90人は馬の骨なんで、はい、実際戦ってるの10人ぐらいですし、その中で残れるような実力がないのに音楽を商売にしようなんて思ったらダメです。ちなみになんですけど、AKB48 コンペすると、一時期1,000曲集まるというふうに言われてました。1,000曲ですよ、1,000曲。その中で一等賞にならなきゃダメなんでね。はい、ということで、コンペートの意味は競争するです。次の単語、クイット。キーワードはパソコン用語クイットコマンドって書いてあるんですけど、
Windows って Windows を閉じるとアプリケーションも同時に終了しちゃうじゃないですか。でもね、昔はね、このね、昔はっていうか今でもそうなんですけど、この一番左側のね、プルダウンメニューを開くとね、一番下にね、クイットっていう終了させるっていうコマンドがありまして、でそのコマンドを使ってアプリケーションを終了させるってことを昔はやってました。はい、そうするとね、なんですか、アプリをね立ち上げるのに時間がかかるようなソフトの場合は、常にメモリーにアプリを常駐させといてね、終了しちゃわないでもう一回立ち上げるのに時間かかるからっていうようなことを昔はやってたんですよ。で今はそのソフトが立ち上がるのが早いから、ウィンドウ閉じると自動的にソフトが終了するようになってます。はい、ということでね、クイットの意味は、やめるって意味です。終了するって意味です。次の単語、アナウンス。で、キーワードはアナウンサーって書いてありますけど、はい、アナウンサーっていうのはその番組のね、なんかアシスタントやったりとか、いろんな仕事やられますけど、基本的なニュースに、出て、今のね、最新の情報を知らせるっていうのがメインの仕事ですよね。はい、ということで、アナウンスの意味は知らせるです。次の単語、リアクト。キーワードはリアクション芸人って書いてありますけど、誰かに何か言われたときに、なんて言い返すか、またはどんなような、反応をするかということで、笑いを取る人たちのことをリアクション芸人って言いますよね。リアクトの意味は反応するです。次の単語、ワンダー。キーワードは、ブランド&ワンダーって書いてあります。カッコアウトドアって書いてありますけど、&ワンダーっていうブランドをね、知ってる人は、これ覚えやすいと思うんですけど、アウトドアのね、ブランドなんで、そのあちこちをね、その森の中をさまよってみたいなイメージでブランド名をつけたんだと思います。はい、ということで、ワンダーの意味はさまようです。次の単語、ジェネレート。でキーワードはシンセサイザー、ウェービージェネレーターって書いてありますけど、その、シンセサイザーですね、その音を発生する装置のことをウェービージェネレーターって意味言います。ジェネレートの意味は発生するです。というわけで今回はここまでです。それでは次回をお楽しみに。